ございます。本日はですね、大阪の、オンラインサロンの飲み会があるので、今から向かいたいなと思います。まあ、今回は大阪なので、集合時間ギリギリに、今が5時20分なんですが、6時集合で、まあギリギリ間に合うやろうという感じで、まあ、今回は嫁蔵も一緒に行きます。オンラインサロンの飲み会、嫁蔵さん初挑戦ですが、緊張してる？緊張するよ。恥ずかしい？恥ずかしいよ、そりゃ。そうか。僕はもう何人か会ったことある方がいてて、初めての方も何人かいらっしゃるので、見たことない方もいらっしゃるんですが、嫁蔵は全員が初やもんな。東京だったらね、何人かせやね、全体の深い時に会ってるけど。でまた今回大阪のお店で頼んでくれたのがな、グルメ伯爵やからな。サロンのグルメ伯爵さんがいてるので、もうその人いつも美味しい店頼んでくれるので、今回もお願いして頼んでもらいました。嫁蔵さん、もちろんサロンメンバーもそうやけど、お店のチョイスにもだいぶググッときたやろ。これは行ってみたいと。なあ、さっくんとだったら行かないもんね。分かんないもんね。行かんな、福島とかあの辺分からへんからな、まあ、今日の一応格好はもう普通に白 T で、ジーパン履きたかったんですけど、暑すぎて履けなかったんで、久々にグラミチのパンツに、あと弟からもらったスニーカーという感じの、まあ、大人の半ズボンみたいな感じのコーディネートを意識しました。大人の半ズボン、うん、いやこれでさ、バンズとかやったらちょっとサーフ系すぎるかなと思ったから。あ、では、行きたいなと思います。行きます。いや近くまで来ました。ドキドキやろ。俺いつもこれ行かしてもらってるから楽しみでしかないわ。もう月一の楽しみやから。最初はな、どんな感じか分からんからな、どんな人来んねやろって思うよな。俺も4月がそうやった。一番最初大阪が、4月大阪、5月東京、6月鳥取、7月京都、8月大阪。これもうちょっとまっすぐ行ったところや、あの線路沿いとかやな。うわ、近づいてきたぞ。さて、ではもう本日のお店が見えてきました。こっち来たの初めて。ほんまやな、結構店あんな。ねえ、また今度来ようか。ほう。あ、こんな感じやねや。じゃあじゃん。あ、では行ってまいります。めちゃめちゃ緊張すんな。はい、今日は拓造さんとのサロンの飲み会でしたけども、はい、どうでしたか？めっちゃ楽しかったです。年齢も職業も関係なく盛り上がって楽しかったです。聞いてもらいました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。遠くから来てよかったです。楽しかったです。ありがとうございました。いや、めっちゃ楽しかったです。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。変わりましたか、拓造さんは。いや、普段と変わらないんで、いつも通りで。じゃあ今後の拓造さんに期待することは。期待することは、いつも通り、本日はですね、って感じで。はい、本日はですね、本日もですね、本日はですね、本日もですね、はい、いつも通りでいいと思いますので、まあ、マイペースで頑張ってください。はい、それでは最寄り駅まで帰ってきました。嫁戸さん、実際初めて行ってみてどうでしたか？めっちゃ楽しかった。めっちゃいい人らばっかりやろ。めっちゃいい人しかいなかった。でも本当にみんな人だったからすぐ打ち解けちゃって、なんかわからない。普通に途中からタメ語で喋ってたもんな。どうなのとか言ってたもんな。めっちゃ、ね、楽しくてね、人見知り嘘じゃんってすごい何回も言われた。あ、そうなんや。そう、ほんま、いつもそうやねんけど、ああやって俺は帰れんくなんねん、家に。分かる気がした。だから、まあ、そういうところも分かってほしいなって思うんですよね。分かるけど連絡ないのおかしいよね。まあ、俺は毎月これを味わってるという感じだね。いや、たっくんがそのいつもさ、関西の人と関東の人を、合わせて飲み会したいって言ってるじゃん、その理由がすっごい分かった。そうやろ、ということで次回はですね、開催地は横浜になってるので、次回は横浜に行きたいなと思います。では、見てもらってありがとうございました。